皆さんこんにちは。即習生担当講師の坂本です。今回はですね、最近よくお問い合わせをいただく、今から、この即習生講座を、受講して今年の本試験間に合いますかと、こういうご質問がですね、非常に日々多く寄せられておりますので、その点についてですね、今回私の、見解をお伝えの方したいということでね、収録の方をしていきたいというふうに思っておりますね。今から始めてね、間に合うのか、5月とか6月から始めてね、間に合うのかっていう話なんですけども、十分に間に合いますね。前提としてこの即習生講座ですね、立ち上げからもう10年以上ですね、私の方で一人で毎年担当させていただいておりますけども、この即習生講座はですね、4月5月が開講のメインなんですね。4月からスタートする人もいれば、5月から法律知識ゼロでスタートするよ、そういう方でも過度の負担がかかることなく、でも実際の本試験ではしっかりと得点を伸ばすことができる、そういった無駄を省いた、コンパクトなね、カリキュラム構成を昔から取っておりますね。なので、この講座の開始時期っていうのは4月5月なんですよ。なので5月に始めますよっていうのは何ら遅れではないんですね。中にはですね、とか例年多数いらっしゃるんですけども、6月に申し込みましたとかね、7月に申し込みました。で、こういった6月7月スタートで、しかも法律知識全くゼロの状態で一発で合格しましたっていう方も例年多数いらっしゃいますね。8月以降で申し込むとね、なかなか人数は限られるかなというふうには思いますけども、5月であれば何ら遅いということはございませんので、そこはご安心いただければというふうに思いますね。この5月から始める方ですね。5月から始める方はですね、1週間にどのぐらいの講義時間数を消化しければいいですかって話をしておくと、目安としては1週間に6時間分ですね。1週間に6時間分の授業をですね、聞いていただければ、過度な負担がかかることなく、でかつある程度のゆとりを持ってですね、本試験にしっかり準備をして挑めることが可能ですのでね。5月から始めるという方は1週間に6時間頑張るんだということですね。そこを念頭に置いといていただければというふうに思いますね。よろしいでしょうか。1週間に6時間分の講義を受講するということについてですけども、これはもうご自身のライフスタイルによって受講のタイミングは結構合格者もばらけますので、大体どちらかかなというふうには思いますけども、今映しているのが即習生講座のトップページですね。で、平日、講義を1日1時間聞きますよ、で土日でその復習しますよっていう、こういう進め方でもいいですし、ちょっと平日は残業とかもあるしちょっと難しいんだよねっていう方は土日に集中してやり込んでいくと、こういうような進め方で受かる方も例年いらっしゃいます。どちらがいいというわけではありません。これは合格者によって平日にコツコツと1日1時間ぐらいね、講義を聞いてコツコツと進める方もいらっしゃれば、ライフスタイルの都合で土日に集中させるという方もいらっしゃいますね。これはご自身のライフスタイルに合わせてですね、どちらの戦術で戦略でいくのかというのをね、ご検討いただければというふうに思いますね。で、あとはですね、これは昔からそうなんですけども、皆様お忙しいですよね。これは過去の合格者たちもそうなんですけども、やっぱりお仕事をされている方が圧倒的に多いです。圧倒的に多い。ほとんどの方がやっぱりお仕事をされながら勉強頑張ってますね。で、あとは、子育てをしている最中なんだよねっていうことで、家事育児に、結構時間取られちゃうんです。こういう方もやっぱり例年多いですね。なんたって、受験者数としてはね、40代50代の方が圧倒的に多い資格試験ということになりますので、皆様がお忙しい中で勉強しやすいように、これもね、トップページに入れてるんですけども、一つの講義時間数を30分区切りで収録させていただいておりますね。多少前後することはあるんですけども、基本的に1講義30分区切りということですね。なので、直近の合格者インタビューとかでも話してくれてる方ね、いらっしゃったんですけども、電車の行きで30分で帰りで30分と、でその復習をご自宅に帰ってから少ししますよみたいなね、そういうふうな受講も行えますのでね、これから5月から始める、ないし6月から始めるっていう形でも全然余裕ですので、ね、そこはあまり心配なさらずにね、ぜひね勇気を持って一歩踏み込んでほしいなというふうに思いますね。よろしいでしょうか。さて、そうしましたらね、今回のガイダンスはこのぐらいということにしておきます。それではご清聴いただきありがとうございました。